早速やっていきましょう。まず大前提として、ご飯は熱い方がいいです。今普通に持ってるんですけども、すっげー我慢してます。熱ければ熱いほど美味しいおにぎりができます。あったかいご飯はくっつきやすい、冷たいご飯はくっつきづらい。まあ皆さんは多分美味しいおにぎりを想像するに、ふわふわとかすぐほぐれるとかいうのが多分あると思うんですけども、そのためにはなるべく力を抜いて握ってあげる、弱い力でまとまるご飯を使う。なので熱々のご飯を用意してください。じゃあこれを握っていきますね。今度、まあ、こうやって広げてあげます。で、だいたい厚みとしては1センチ切るぐらい、1センチぐらいですかね、イメージ的には。まだ広げちゃいます。で、真ん中に、まあ今日は鮭、王道ですよね。うちでもやっぱ一番出る具材が鮭です。で、これを優しく包み込んじゃいます。で、包み込むと もうほんとこんな感じ、適当でいいです。で、見えてても構いません。逆にこれをなんかこうね、無理くり見えないように見えないようにやっていくと、どん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 こう余計な力かかっちゃいますんで。で、まとめたら今度塩をつけていきます。で、そこから握りますね。塩はだいたいこのぐらい、指3本、酒中3本分ですね。で、これをよく手になじませてください。で、ここからおにぎりは三角形なんで3回焼け、1、2、3、これで終わりです。具が今見えてるんですけども、これを隠そうとしないのがまずいいと思います。きれいに握るというかは、できるだけ優しくご飯をまとめてあげるっていう感覚。三角形なんで1回引く、横にして2回、また横にして3回でやれば、全部の角と辺が力が加わるんで、よりまとまりやすくなるって感じですね。よりは大きく使ってください。まあ美味しいです、大きい方が。で、ヤドロクの場合なんですけども、まあ挟みますよね。挟んだら片方だけ折り込みます。で、完成。